構成管理、構成管理、構成管理、コンフィギュレーションマネージメント、CM とは、システムのライフサイクルにわたる範囲、性能、機能的及び物理的要件、設計、操作に関する情報などを確立し維持する作業、またはプロセスである。携帯管理、コンフィギュレーションマネージメントとも、CM プロセスは、武器システム、車両、 情報システムなどの複雑なシステムを管理するため、軍事工学組織で広く使われている。軍事以外では、ITL や ISO、IEC2 万で定義されるような IT サービス管理、土木工学や生産技術の分野でのドメインモデルでも使われており、例えば道路、橋、運河、ダム、建築物の建設保守管理がある。システムのライフサイクルに構成管理を適用するとき、 その範囲、性能、機能、構成要素、物理的な属性の視認性と制御を提供する。構成管理はシステムが、意図通りに機能することを確認し、計画した、ライフサイクルに対応すべく、十分詳細に識別され文書化することがある。構成要素の変更、機能の改定、性能、信頼性、保守性の改善、システムの寿命を伸ばす、コスト削減、危険性や、 問題の低減、欠陥の修正など、役に立つシステムの変更やシステム情報の、差とした管理を容易にする。構成管理は、相対的に低いコストで実施でき、多くのコスト削減を実現できる。人命に影響を与えるシステムでは、構成管理の欠如や実施がまずい場合、結果として人命が失われたり、大きな事故を引き起こすなどの壊滅的結果を引き起こす、可能性がある。 構成管理では、システムの変更を効率的に制御するため、部品間、サブシステム間、システム間の機能的関係を強調する。それにより、変更案が逆効果を最小化するよう、考慮しているかを経的に検証可能となる。システムの変更は、一貫性を保証するよう、標準化した体系的手法を使って提案し、評価し、実装する。 変更案は予想されるシステム全体への影響について評価する。構成管理は変更を規定通りにいったかを検証し、部品やシステムの文書が実際の構成を反映していることを確認する。完全性の高い構成管理では部品ごとサブシステムごとシステムごとについての全システム情報が実態を反映するよう対策を取る。構造化した構成管理では 文書、要求仕様、設計書、試験仕様、受納書などが実際の設計を正確に表しかつ一貫していることを保証する。構成管理を実施しない場合、文書が存在しても実態と一貫していないことが多いそのため、後に設計に変更を施す際、関係者が実態を反映させるべく何度も開発文書を改定する必要がじる。構成管理を行えば、 そのようなリバースエンジニアリング的な無駄な作業を減らすことができる。形式的管理手法としての構成管理は、アメリカ空軍がアメリカ国防総省のために1950年代に開発したもので、当初は物質的な材料についての技術的管理技法だった。その後様々な産業に広まっていった。DOD が1970年代に発行した。 480シリーズと呼ばれる見る企画、見る STD-480、見る STD-481 を策定していた1960年代末、構成管理が独立した技術的規範となっていった。1991年、480シリーズは見る STD-973 という一つの企画としてまとめ、 さらに標準化団体が策定した一般の工業規格を取り入れて、軍独自規格の数を減らすため、ミル HDBK61 へと改定した。これが、構成管理の国際標準安心 a i ア6 4 9 9 9 8へと発展。2013年現在、広く採用されている構成管理のコンセプトとしては、システム工学、能力成熟度モデル統合、ISO9000。 プリンスにプロジェクト管理方法論、COVID、インフォメーションテクノロジーインフラライブラリー、アプリケーションライフサイクルマネジメントなどがある。構成管理を図書館の司書のような活動と捉え、変更を制御する側面を変革管理として独立して捉えることもある。ソフトウェアの構成管理では、ISO、i a c t r 1 5 8 4 6 1998インフォメーションテクノロジーソフトウェアライフサイクルプロセッセスコンフィギュレーションマネージメントが標準技術文書として1998年に発行している。しかし使用後2007年に廃止している。軍関連のソフトウェア開発部門での利用はあったが他の分野では詳細すぎて下手の出発ともしては重すぎるとの背景があった。 構成管理は変更を体系的に扱うことでシステムの完全性を長期にわたって保つ。管理、変更案の評価、変更状態の追跡に必要な方針、手順、技法、ツールを与え、システムの変更に際してシステムの構成と対応文書を維持する。構成管理計画は開発と実装における技術的、管理的方向性を与え、複雑なシステムをうまく開発。 保守するために必要とれる手順、機能、サービスツールプロセス、資源を提供する。システム開発においては、研修、運用、保守を通して管理者が要件を追跡することを可能にする。要求仕様や設計に対して変更を加えることは必然的に発生し、その場合はシステムの状態の正確な記録を作成し、それを承認した上で文書化しなければならない。 安全に関する理想的な構成管理プロセスはシステムのライフサイクル全体にわたって適用するものである。ハードウェアとソフトウェアの構成要素についての構成管理プロセスは i ル HDBK61A や暗示 a a ス6 4 9で確立された5つの規則で構成されている。これらの規則は方針手順を励行することでベースラインを確立し、 変更を管理するプロセスを標準化して実行するためのものである。ソフトウェア構成管理は本来ソフトウェアプロジェクトにおける変更を扱う裁量の解決策とされている。プロジェクトの様々な時点でソフトウェアの機能的、物理的特性を特定、それら特性群の変更を体系的に制御することで開発ライフサイクルを通じたソフトウェアの完全性と トレーサビリティを維持する。SCM プロセスはさらに変更を追跡する、必要性を定義し、最終的に提供されるソフトウェアが、そのリリースで予定されていた機能をすべて搭載しているかの検証を可能にする。SCM が正しく実施されるよう次の4つの手順を定義しなければならない。これらの用語の意味するところはどういう標準を採用するかで異なるが、 基本は同じである。の観点では、構成管理は、セキュリティ機能の管理と定義でき、情報システムのライフサイクルにわたって、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、文書、試験、試験装置、試験文書に加えられた変更を制御することでそれを、保障する。情報保障における構成管理は、セキュアコンフィギュレーションマネージメントとも呼ばれ、IT プラットフォーム及び、 IT 製品の性能、機能、物理的属性とそれらの置かれる環境に基づき、適切なセキュリティ機能とセキュリティ保障を使って、システム構成状態を判定する。例えば、企業内のネットワークとインターネットを接続する部分のファイアウォールと企業内の部門間のファイアウォールでは、要求される構成が異なるかもしれない。構成管理は、 複雑な装備の状態への理解を維持するのに使われ、それによって高いレベルの有用性を維持しつつ、コストを低減させる。特に、計画された寿命を超過している装備、または、その一部や、品質レベルの低い装備が運用を妨げないと、保証することを目指している。軍では、そのような活動は、ミッションレディネス、任務準備に分類され、 任務の種類と利用可能な装備を特定することを含む。例えば、空母の艦載機に爆弾を装備するのか、ミサイルを装備するのかといったことである。構成管理は、OS のコンフィギュレーションファイルの保守管理にも使われる、パペット、アンセブルといったシステムがある。リアルタイムの修理や予防保守を可能とするソフトウェアを開発したは、構成保守の理論の研究でも知られている。 装備の現況を理解し、どの部品が必須の要素なのかを理解することはの基本であり、そういった知識を修理や保守、システムで活用する。航空機、船舶、産業機械などの複雑な装備、資産は多種多様な部品で構成されて役立つものになっている。その有用性は部品が交換されるまでにどれだけ使われたか、期間、回数などで定義される。 寿命が尽きようとしている部品がどういう状態になるのかを把握することは構成管理用ソフトウェアが発展するまでは重要な現場の仕事だった。様々な部品は電子的センサーを使ってデータを提供し手段を提供している。それらのデータは航空機や船舶内や遠隔地でコンピュータを使って解析され平均故障間隔などから 将来の故障発生を予測するアルゴリズムを使ってシステムの状態を予測するのに使われる。これがの基本である。正確でタイムリーなデータが入手できるかは構成管理にとって重要であり、それがないとできることは限定される。運用データを捉えて各種サポート組織に配布することは、それだけで一つの産業になりつつある。構成管理は、 非常に複雑で大量の各種建材などを使用する大規模な建設プロジェクトでも使われている。設計変更もしばしば発生するので、構成管理による文書化が必要となる。は、道路建設に構成管理を用いている。設計変更、工期、予算などを管理する建設業向けのツールも存在する。そういったソフトウェアは、 竣工後の保守や変更に使える情報を蓄える子もできる。が、資金提供して、ケーススタディとして使用されたツールとして、c e s ネットがある。ロサンゼルス郡都市圏交通局のレッドラインの53億ドルの建設工事で使われ、効果があるとされた。構成管理責任者向けのトレーニングや、資格認証がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。